どうも、マイスター関田でございます。今回の動画ではですね、はい、こちらのキットですね、グッドスマイルカンパニーさんのモデロイドシリーズ、千の奇跡というですね、ゲームに登場するハイノキシンバリマールというですね、ロボットのプラモデル、こちらを作っていくわけなんですけど、こちらの動画ではですね、部分塗装ですね、墨入れであったり、各部の装甲の金の縁取り、こちらの部分塗装をして完成度を上げていこうという内容になっております。なるべく簡単な内容でご紹介していければなというふうに考えておりますので、内容を見てですね、いけると思ったらですね、ぜひチャレンジしていただけると完成度がぐっと上がっていきますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはですね、墨入れという技法からご説明していきたいと思うんですが、墨入れというのはですね、各パーツの彫刻ですね、ディティールであったり、パネルラインであったり、このバリマールだと、このレリーフの部分の段差ですね、こちらに黒であったり、グレーであったり、暗い色をですね、細い線状に塗っていって、その彫刻であったり、ディティールであったり、細かな装飾の部分を際立たせて、作品全体の精密感を上げていこうという表現方法になってきます。本来はですね、塗装した上にエナメル系の塗料を使って墨入れをするというのがメジャーなプラモデルの技法として確立しているわけなんですが、今回はプラモデルのパーツにそのまま直接墨入れをしていこうというところで、今画面に映っているようなペンタイプのものを使っていこうと思います。今回主に使用するのは G サイクレオスさんのガンダムマーカー流し込み墨入れペングレー、こちらを使って墨入れをしていきます。で、はみ出た部分の修正として、こちらガンダムマーカー消しペン、こちらを使っていきます。ただですね、こちらの実は墨入れマーカーと消しペンというのはですね、モデロイドのパーツに使われている PS 素材、ポリスチレンという素材ですね。それから ABS、アクリルニトリルブタチェンスチレン。こちらの素材にですね、直接触れると若干なんですけど、強度を落としてしまうという特性があります。で、乾燥すると強度は戻ってくるんですけど、特に力がかかっている分ですね、パーツが組み合わさって取れない状態。あるいは関節の部分が角度を動かしていっても固定できている状態。まあこれは要は力が加わっている状態になるわけなんですが、その力が加わっている部分にこちらのインクを流し込んだり、拭き取り液を染み込ませてしまうと、パーツが割れてしまうというアクシデントが起きてしまいますので、パーツをですね、割らした状態、組み立てる前の状態で墨入れをして、で、墨入れや部分塗装が終わったら組み立てていくという方法を今回は取ろうと考えております。それと今回使っているのがコピックモデラーですね。こちらは墨入れ用のブラックになっております。こちらはですね、0.02mm という繊細なペン先でもって書き込んでいくタイプになりますね。このコピックを使って墨入れをした部分のはみ出してしまった部分ですね。こちらの拭き取りに関しては、こちらですね。こちらも GSI クレオさんの水性ホビーカラー用の薄め液ですね。まあ要は溶剤になるわけなんですけど、非常にそのマイルドな溶剤というか、プラモデルのパーツにですね、負担をかけない溶剤になっていますので、こちらで拭き取っていこうと思います。なんならですね、消しペンと同等の拭き取り能力を持っていながら、消しペンよりも溶剤成分としてマイルドなので、こちらを使っていく方が、割れるというアクシデントが起きにくいんじゃないかなというふうに考えて、おります。ただパーツが組み合わさって固定された状態に流し込んでしまうと、やはり割れる可能性がゼロではないので、パーツ単体組み立てる前の状態で墨入れ、それから拭き取りをやっていくという段取りに関しては変わりがないです。というところで実際に墨入れをやっていきたいと思います。で、あとですね、墨入れの際に用意していただくものとして綿棒ですね。こちら今そこそこ数はまだあるんですけど、あればあっただけいいです。たくさん使うものなので、なるべく多く用意していただくといいと思います。で、綿棒は乾いてるタイプがいいですね。水がついてるタイプとか今あったりするんですけど、乾いてるタイプの綿棒があると拭き取りの作業がしやすくなりますので、こちらご用意いただくといいと思います。では実際にこちらのパーツからですね、墨入れの作業をしていきたいと思います。使うのはこちら、ガンダムマーカー流し込み墨入れペングレーを使っていきましょう。で、こちらなんですが、はい、こちらですね、使う前にペン先を、まあ、紙でもお皿の上でもいいんですけど、ぐっとこう押し付けていただくと、このようにインクが滲み出してきますので、この状態でこうしたレリーフのですね、端っこにペン先を当てますと、インクが流れ込んでいってくれます。で、このような感じで、凹んでいる部分とか、装甲の継ぎ目、あるいはレリーフの輪郭を黒く線を入れて、ディティールを強調していってあげましょうという作業になっていきます。
で、一通り流し終えたところで、乾くまで一旦ちょっと待ってあげましょう。だいたい10分ぐらいは待ってあげた方がいいかなという感じですね。ここからですね、ペンを当てた部分とか、多くインクを流し込みすぎてしまった部分であるとか、あとはみ出してしまっている部分を拭き取っていこうという作業に入っていくんですが、まだインクが乾いてない状態なので、このまま拭き取りをしてしまうと逆にインクが伸びていってしまって別のところにどんどんついていってしまうということになりますので、ある程度乾くのを待ってから拭き取りに行きたいと思います。なので、一つのパーツが終わったらですね、拭き取りに行くんではなくて、次のパーツにどんどん墨入れを進めていってしまうというのがいいと思います。で、全部墨入れが終わる頃にはですね、一番初めに墨を流したパーツのインクは乾いているという状態になってくれていると思いますので、そうした段取りを組んであげると良いと思います。で、この部分塗装されている部分ですね、こちらに関しては、一旦ですね、私このような形で、墨入れマーカーのインクを塗ってみて、拭き取りなどをしてみてですね、まあ影響がないことが分かったので、このまま使ってしまっても大丈夫かなと。いうところで確認した上で作業を進めております。で、こちらですね、だいぶ乾きましたので、拭き取りをしていきたいと思います。拭き取りに使うのは、まあこちらのガンダムマーカー消しペンと、こちら、J サイクレオスさんの水性ホビーカラー用薄め液ですね。その時には消しペンで大丈夫だと思うんですけど、これですね、まあ直接こう消しペンで消しに行ってしまうとですね、まあどんどんこのペン先が汚れていてしまいますので、消しペンの成分を、まあこう、ペン先を押し込んでですね、綿棒に移行させてあげます。で、この綿棒でもって、はみ出した部分をきれいにしていきます。どれぐらい拭き取ってあげるかに関しては、まあ、好みによる部分が非常に大きくなってくるんですが、私は私の方は割とこう、あ、そこまで拭き取っちゃっていいんだぐらいな、感じで拭き取っちゃう方が好きだったりしますね。本当にこう一生懸命拭き取った時にちょっと残るぐらいでもいいんじゃないかなというふうに考えております。なので黒くですね、まあこの場合グレーなんですけど、暗く残っているパネルラインなどがそのまま綺麗に残らなくても大丈夫ですよという感じで見ております。なんならちょっとしたラフな拭き取り残しとかはみ出しなんかもそれはそれで演出として見て取れないこともないので、そこまで神経質になる必要はないのかなというふうに考えております。こちら墨入れ前のものとですね、比べてみると違いがわかるんじゃないでしょうか。画面のですね、右側が墨入れをして拭き取りまでを終えた状態になります。で、左側が何もしてない状態ですね。モデロイドのシリーズはこういったディティール周りの彫刻が非常に美しいキットが多いので、そんなにこの墨入れをしなくても自然な影が入ってくれる場合が多いんですけど、やはりその彫刻の部分をさらに強調してあげることで、より立体感とかですね、精密感が演出できるようになってきますので、こちらの墨入れの作業はしてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。水性ホビーカラー用の薄め液を使って拭き取りをする場合は、まず塗料用の小皿にスポイトで少量薄め液を取り出して、で、綿棒につけるんですが、このまま拭き取りに入ってしまうとついてる量が多すぎて全部消し去ってしまいますので、ティッシュペーパーに吸わせてですね、量を調節します。で、あとは拭き取っていくという感じですね。あとはひたすら拭き取り作業を進めていきます。はい、というわけでここまでですね、ランナー状態で目に見える部分の墨入れが終了しました。で、これ以降はですね、パーツを切り取って組み立てていく段階で墨入れをし損ねていた場合ですとか、あるいはですね、墨入れをしたんだけど拭き取り忘れていた部分をですね、チェックしながらパーツを切り取って組み立てていくという作業になっていきます。それと並行しまして、こちらのですね、バリマールのデザインの特徴でもあります美しい金のレリーフの部分塗装も並行してやっていくというふうな段取りで進めていきたいと思います。はい、というわけでこういった部分のですね、レリーフを部分塗装していきたいと思うんですが、何で塗装していくかっていうと、こちらを使います。こちらはペベオ4アーティストマーカー、ガヤノツさんから販売されているペンタイプの塗料になりますね。こちらは模型業界でいうところのエナメル系の塗料と同じ性質の塗料でできていまして、伸びが良くて塗りやすく美しいメタリック表現が可能になっています。注意点としては乾燥までにかなり時間がかかるという点があるので、今回のレリーフ部分の塗装にはこの点に気を使いました。で、こちらのですね、アーティストマーカーなんですが、まずはですね、
ビニールの包みを取ったらですね、まずは振ります。よく振ります。で、この時にですね、蓋を閉めない状態で出てしまうと、インクが飛び出てしまう可能性があるので、必ずキャップを閉めた状態で、振ってください。で、ある程度、振り終わりましたら、キャップを取って、で、このペン先にまだインクが浸透してきてないので、適当なお皿の上にですね、このように、ペン先を押し付けて、すると徐々にインクが滲んできてですね、ペン先に浸透してきますので、インクが浸透してきたら、準備完了という感じです。では、こちらを使って、塗装をしていきます。基本的にこの出っ張っているレリーフの部分をですね、塗る場合は、このままペンで直に行ってしまって大丈夫だと思います。で、塗り方のコツというかですね、注意点としては、あんまりですね、押し付けないという感じです。ペン先をパーツのレリーフの部分に持っていって、触れたらですね、横にスライドさせていってあげるという感じですね。こちらのレリーフの部分塗装に関しては、とにかく落ち着いてゆっくりやることが重要だと思います。焦ったり、急いだり、体調の悪い時とかにですね、やろうとすると必ず失敗します。何時間以内、何日以内にこの作業を完了しないと大きな不具合が起こるということはありませんので、少しずつゆっくり進めていくのが良いと思います。はい、こちらのランナーの、こちらの A ランナーですね。のレリーフ部分塗装はこれで終了という感じです。このペン先だけで結構簡単にできる部分塗装なんじゃないかなと思います。コツとしてはやっぱり強く押し付けないことだと思います。強く押し付けてしまうとインクが大量に出てしまってコントロール不可能になってしまうので、まあ、このようにですね、ペン先がインクまみれになってしまった場合はティッシュペーパーで吸ってあげて、まあランナーかなんかでですね、ちょっと試し塗りをしてですね、コントロールしやすい量で出ていることを確認してから本番に行くというふうにしてあげるといいと思います。で、こちらのパーツのようにですね、レリーフがゲートに接している場合、もちろんこちらでパーツをですね、切り取って単体で塗ってしまってもいいんですけど、それだとですね、やはりこのパーツの番号がわからなくなってしまうというお話になってきますので、まずはですね、このランナーについた状態でやはり部分塗装を先にして、このパーツを使う段階になった時点で切り取って、ゲートの切り取り跡をですね、処理をしてからもう一度部分塗装をしてあげるというのが、パーツをなくしたりですね、パーツの番号がですね、わからなくなってしまうというトラブルを防ぐ段取りになると考えています。今回は確実性を重視して3日間ほど放置しました。ここで元々塗り残しがあった部分やゲート処理で剥がれてしまった金の塗装の部分をどのタイミングで塗り直すのかというのはかなり迷うところではあるんですけど、私の場合はパーツを組み付けてから塗装した方がいいかなというふうに考えております。こうしたですね、膨らんでる面の輪郭を縁取るようにレリーフがついている部分があるんですが、ここはですね、やはりペン先が太すぎてはみ出してしまうので、筆を使っていきたいと思います。非常に細い筆なんですが、こちらは GSI クレオスさんのミスターブラシ、面相筆の10-0という、ね、細いタイプですね。まずはですね、こちらにインクを出しておいて、筆にインクをつけすぎると即はみ出しになってしまうので、筆のですね、先端のみにつけるようにします。本当に少しずつ時間をかけながら塗っていくということでいいと思います。まあ、こんなところでしょうか。太刀のパーツのツバから柄にかけての塗り分けもペン先だけでは塗り分けが難しかったので筆を使用しています。先ほどのレリーフの塗り分けに使用した筆よりも少し大きめの2号の面相筆を使用しています。あとは墨入れの時と同様にひたすら塗装作業を進めていきますが、このマーカーは乾くのが非常に遅いので、先ほどお話したように3日ほど触れずに放置しておきました。ちなみにこの部分塗装をしている時に金の塗料がはみ出してしまった場合なんですけど、修正に関してははみ出した瞬間に一旦塗装の作業を止めて乾いた綿棒で拭き取ってあげるというのが一番うまくいく方法だと思います。ここでエナメル系のシンナーを使って拭き取ろうとしたりするとかえってですね、広がってしまったりすることがありますので、私はもうはみ出した瞬間に綿棒で拭き取るという感じで対処しました。はい、というわけでここまでですね、墨入れと部分塗装が終わりまして、十分に時間をかけて塗料を乾燥させ終わったら最終組み立てに入っていきます。ある程度組み上げたところで、墨入れの部分に
金の塗料が重なってしまって、墨入れが消えてしまった部分があったので、追加で墨入れをもう一度入れてあげました。で、ここでコピックモデラーを使っています。コピックモデラーは流し込み墨入れペンと違って、プラスチック素材に浸透していって、劣化させるということがないので、組み上げた状態でも安心して使うことができます。もちろんすべての墨入れをコピックモデラーでやることもできるんですが、まあ、流し込んだ方が楽だったので、今回は適材適所ということで、リカバリーのために使用しています。で、最終的にこのように組み上がりまして、ハイノキシンバリマール部分塗装バージョン完成という感じになります。やはり、ただ組み上げた状態のものと比べると、ディティールのですね、メリハリが効いている状態になって、さらに金のレリーフが塗り分けられていることで、全身にこう、ゴージャスな演出が加えられているという感じになっています。もともとですね、この造形が非常にかっこいい状態で立体化されていますので、墨入れと部分塗装をしてあげるだけで、ここまでかっこよさをですね、引き出すことができるというところが再確認できました。非常にかっこいいです。はい、というわけで今回はですね、墨入れと部分塗装でもって、ハイノキシンバリマールをかっこよく仕上げるというところでお伝えしてきました。やはりプラモデルっていうとですね、まあ、アース見消しだったり、全塗装みたいなのがですね、あるいはディティールアップ、筋彫りとかですね、取り沙汰されることが多いわけなんですけど、モデロイドシリーズは造形、プロポーションがですね、非常にかっこよくできていますので、こういった最低限の手間といいますか、もう一手間、もうワンポイント工夫してあげるっていう、仕上げでもっても、ここまでかっこよく作り上げることができるんですね。皆さんもですね、お時間と余裕がありましたら、ぜひチャレンジしていただければなというふうに考えております。はい、というわけで今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。マイスター関田でした。